で、この頃は、やっとそのスカパンクのシーンができてきて、スカパンクというのが世間まではいかないんだけど、ライブハウスとか、そういう情報の早い人にはだんだん伝わってきて、やっとシーン、スカパンクのシーンみたいのはできてきたんだけど、ホットショットの内情は、自転車操業といいますか、そういう。前日かなにチャッキーから電話がありまして、この頃まだメールがない時代だったんで、まだね TV フリークレコード始まってないんですけど、僕たちクラブチッターやるのは初めてで、やっとそのスカパンクのシーンができてきて、 4,5 バンド全部スカパンク系のバンドで集まるっていうイベントがやっとできるようになった。その後のポットショットっていうのはなかったんじゃないかなっていう。